はい、こんにちは。今撮影してるのが12月の8日の木曜日、明日がね12月の9日金曜日なんですけれども、明日金曜日でピクミン3デラックスコラボイベントは終了になります。なのでね、まだねこの今映してたこの宇宙服のね、コッパイ星人ピクミン、ここにいるコッパイ星人ピクミンを入手していない方はね、なるべく早めにね花植えを終わらせることをおすすめします。今ここに見てるこの黄色ピクミンが一番最後にもらえるピクミンとなっております。それで今回ねちょっとマイナーアップデートといいますか、このお知らせを見ていくと、ここの一番上ですね、リリース情報12月7日ということで、ここに課金に関するお知らせが来ておりまして、ショップで販売している上限のアップグレードがアプリ内決済による購入も可能になりましたということで、それでこのアプリ内決済何なのかと言いますと、下の方にまあスクロールさせていくと、まあ見たら一発でわかるんですけれども、これが従来ですね、従来の苗上限、ピクミン上限、キス上限、花びら上限みたいな感じで、まあコインでアップグレードできていたんですけれども、これがね、昔みたいに、その直接課金ですね、320円で上限を上げるみたいな、その直接お金を課金することによって、で上限を上げることができるようになりました。つまりコインを使わなくて現金でね支払いをすることが可能になっております。それで今回のアップデートに伴いまして、その上げる上限によってはコインで課金した方がお得だし、その現金で直接買った方がお得っていうパターンがあるんですよ。それを今回解説していこうかなと思います。先に結論だけ言っちゃいますね。先に結論だけ言うと、まあね、このコインがね、その1日60枚最大でもらえるから単純比較っていうのがちょっと難しいんですけれども、ピクミン上限と花びら上限とエキス上限はこの直接課金ですね、コインでなくて直接この320円を払って課金した方がお得です。で特にですけど、ピクミン上限に関しては、まあ、こんな感じで、ちょっと見えてないか、こんな感じでそのコインがめちゃくちゃたくさんあるような人でもこの直接ね課金をした方がお得だと思います。というかもうコイン課金をしない方がいいって言い切ってもいいぐらいのレベルで、そうですね、こっちの方がお得になってます。そしたら詳しい解説やっていこうかなと思います。今回のお知らせをよく見ますと、この上げられる上限数が書いてあるんですけれども、これ実はねコイン課金で上げられる上限数と異なります。このエキス上限プラス50ってなってるんですけれども、コインで課金した場合はプラス25です。で花びらもプラス25しかコイン課金では上げられないです。でピクミンに至ってはコイン課金だったらプラス20しか上げられないんですけれども、現金で直接課金をした場合はプラス50上げることができます。でポストカードと苗に関してはコインと現金どっちもね同じ上げ幅になっております。いや特にこのピクミン上限の差が大きくてですね、180コインで20枠上げられるのと、この320円で50枠開けられるのでは、その実際に課金をしてたら分かるんですけれども、こっちの直接課金、直接現金で課金をした方が圧倒的にお得です。例えばですけど、ピクミンの上限を100枠まで上げようと思ったら、コイン課金だったらコインが900枚必要になってくるんですけれども、こっちの現金で直接課金した場合だったら640円で済みます。900コインと640円だったら圧倒的にね640円の方がお得なんで、だからね、そうピクミン上限に関しては課金すればするほどその直接課金の恩恵が大きいことがわかるかなと思います。それでここで皆さんちょっと気になると思うのが、このピクミンのこのコインですね、このコインとあと日本円ですね、日本円、コインと日本円どっちの方が価値が高いのかっていうのが気になると思うんですけれども、これ実はねピクミンブルームのコインの方が価値があります。15,800 円払っても 14,500 コインしか手に入らないから、コインの方が価値が高いんですよ現状。それでエキスと花びらの話をすると、確かにエキスと花びらもこのコインで課金をするよりも直接320円払った方がお得にはなってますけれども、まあ、正直言って花びら上限エキス上限に関してはそんなにビビたる差かなと思ってて、まあ、25枠上げられるんですけど、まあ、25枠ずつ上げられるから、さっきみたいな1990でね、ピクミン上限1990で止まるみたいな、まあ、そういった事故も起こり得ないし、50枠開けたかったら360コイン必要だけれども、こっちは、まあ、50枠上げるのに320円
だから40円ぐらいの差なんですよね。まあ40円もまあ塵も積もれば山となるじゃないけど、まあそうなってはくるけれども、まあ正直言ってね、コインがめちゃくちゃ余っている人だったら、この花びら上限、エキス上限に関してはコインで上限を上げていっても問題ないかなと思います。エキスと花びらに関しては自分の持っているコイン数と相談してみてください。で、最後にポストカードと苗上限なんですけれども、これらに関してはコインで課金をする方がお得です。これややこしいね、本当に。で、ポストカードと苗に関してはもう絶対にコインで買った方がいいよってレベルでお得度が違いまして、ポストカードコインだったら50枠上げるのにね、180コインで足りるんですけれども、こっちは320円かかっちゃいますからね。いやー、そう、320円と180コインだったら圧倒的にまあ180コインで課金をした方がお得なんで、まあ、で、苗も全く同じです。苗も5枠上げるのに180コインで済むんですけれども、直接課金、現金で課金をしようとしたら320円かかってしまうから、320円と180コインだったらやっぱり180コインの方がお得だから、苗上限、ポストカード上限に関してはコインで課金をしてください。で、今回の話をまとめますとこんな感じになります。ピクミン上限に関しては現金で直接課金をすることを強くお勧めします。エキス上限、花びら上限に関しては直接現金で買った方がお得っちゃお得なんですけれども、そんなにお得度に差が、大きな差があるわけではないから、まあ持ちコイン数と相談して、まあどっちをね、コイン課金するか現金課金をするか、その考えてみてください。で、ポストカード内に関しては必ずコインで課金をしてください。でね、ちょっとこの話について一個言いたいことがあるんですけど、ね、僕今コインが1万コイン以上持ってまして、まあ、なんでこんな持ってるのかというと、Apple Store の値上げ問題というものが実はあったんですよ。Apple Store がね、10月頃にね、急に値上げするって言い出して、その値上げ前にね、駆け込み需要でね、コインをたくさん購入したんですよ、僕。ただね、そのたくさん購入したコインがね、その、こんな感じで、その、直接課金をした方がお得だよみたいなことをやり始めたらね、ちょっとね、この、ダブついてるコインがね、ちょっと、その腐ってるような状態になってるんですよね。いやー、これね、ちょっと、この駆け込み需要でね、その値上げ前にコインをたくさん買った人にとっては、今回の現金で直接、課金ができるようになったっていうのに関してはちょっとね、苦虫を噛みつぶしたような顔をしてる方がもしかしたら僕以外にもいるかもしれないですね。どうしよう、この1万コイン何に使おう、本当に。それじゃあ今回はこの辺で以上とさせていただきます。まあ、よろしければこちらの意見参考にしてみてください。それじゃあありがとうございました。